おはようございます。今日は久しぶりにチャリ部のライドということで、今から集合場所の刈谷運動公園に向かいます。自転車はこんな感じです。ミニベロと僕のロードバイクが乗ってます。ウェイクに2台積みは限界です。これは貸し出し用の自転車です。では行きたいと思います。おはようございます。どこ行くんすか。わかんないですね。わかりませんこれ。お、ビアンキですね。イッサン、エアを入れてます。お借りしますね。軽そう。お借りしますね。はい、今日一日貸しました。大事に使います。壊さないようにね。はい、総理池にね、何があるんだったっけ。藤だよね、やっぱりね。藤が見頃でしょ。ほうほうほう。藤をめでるか。ないでしょ。じゃまずちょっと羊羹食わして。藤をめでるぞ。まず羊羹食わして、はい、では羊羹食いしに行きます。お、これいいじゃん。ほら、おお。お、いかん、羊羹で。うんうんうん。じゃあ今8時53分刈谷総合運動公園出発します。まず総理駅を目指します。よいしょ。よし、お、ミニベロ走ってますね。はい、ちょっとす空気が涼しくて今のところは寒い感じですけど、多分すぐ暑くなりますね。はい、155号に入りました。今日初めての坂が来ました。駆け上がってる人がいます。思ったより長かったやろ。しんどいよ。しんどい。じゃあ行きますよ。さあ、とりあえずソンコーヒーでモーニングします。ソーリー家はモーニングの後にします。お、これもあるの。あります。お、いいね、やっとライドらしくなったぜ。優勝取るかな。おお、さあ、グラクニュース取ってますよ。気温がちょうどいいでいいわ。はい。
はいどうもー、はい、はい、置いてきぼりです。あの女子率 100% の店でおっさん 100% のテーブル。はい、ソンカフェ出ます。はい、ではいよいよ総理池に行きます。めっちゃおしゃれなカフェだったね、ソン。間違いすぎて笑えてきました。でもコーヒーもバームクーヘンもすごい美味しかったです。おお、すごい下り坂や、ずっといいね。はい、着きました。これこれが富士だな、ね。どこまで続くかわからんけど、富士は咲いてないな。終わってるやん。ちょっとさ、あ、ね、富士終わってる。終わったね、これ。あ、終わってました。本来見頃の時期じゃん。富士終わってました。長いな。はい、結構立派な富士棚があるんですけど、残念ながら終わってます。はい、総理池の梅林に向かってます。梅は2月なんでもう終わってますけど、なんか新緑がすごい綺麗。やべ、めっちゃ梅なってるやん。 あっちにもすげえね。おお、いい、めっちゃ梅なってる。すごい梅の数、すごいな。そうじゃないの。お花畑見つけました。めっちゃ綺麗な蝶。取った。これは綺麗。取った。綺麗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 。じゃあ、はい、3、2、1、9。おお、これは限界か。どこまで行くんだ。どこまで行くの。いや、ちょっとまだ取ってないよ。1、2、3、4、5歩ぐらい行きたいね。はい。じゃあ、ダメだ、難しい。あ、滑る。全然ですね。全然でした。はい、総理池を出ます。総理池散歩、特に何もないけど楽しかったですね。はい、それでは肉と米行きたいと思います。
きなりぶち抜かれてます。ダメ、ちょっとそれですげーピアノがある。ちょっとこれ撮影しようぜ。うわ、めっちゃ綺麗これ。やばい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 。すごいねこれ。おお、ツツジここも綺麗な。満開だね。綺麗、満開。おお、綺麗。こういう道楽しいな。なんか車も来ないし。まあ来ないからいいね。意外に来るかもな。気をつけると。軽トラが来るね。はい、肉と米着きました。到着。ねえ、マジか。うちの車ももうそろそろやらない。はい、走った後はやっぱり肉ですよね。ガンガンいきますか。うまそうやね。さあ、飯食いました。お腹膨れましたね。大満足や。大満足や。うまかった。では総合運動公園に帰ります。向こう行っちゃった方がいいな。ああ、はい、帰ってきました。ああ、お疲れです。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ああ、よかったね今日はね。はい、あ、じゃあのお借りした自転車を、はいはい、お返しします。と思いきや、こいつはこいつは俺がいただくぜ。じゃあな、じゃあヘッドチャリだと思う。うわー、俺の自転車が。何、寸劇。